ケネス・グレアムは、イギリス・スコットランドの小説家。ケネス・グレアムとも表記される。ケネス・グラハムという表記も見られるが、これは古典社である。児童文学の名作として知られる、楽しい川辺の作者として有名。1859年、スコットランドのエディンバラに生まれる。3歳上に姉ヘレン、1歳上に兄、トマス・ウィリアムがいた。父のジェームズ・カニンガム・グレアムは弁護士をしていたが、性格の弱さが災いして、家族の生活は不安定であった。グレアムが5歳になった時、母のエリザベスが弟のローランドを出産して間もなく、小高熱で死亡する。その後、ケネスたち兄弟は、父と別れて、イングランドのバークシャー州クッカムディーンに住む、母方の祖母と共に暮らした。5歳のグレアムにとって、この田舎町での牧歌的な生活は孤独ではあったが、近くを流れるテムズ川とその周りの自然や小動物たちに親しみを感じた。両親と別れ、思いのままにならない日々を送らねばならなかった少年、ケネスにとって自然は避難場所であり、魔法の国であった。成人したグレアムは幼年期についてこう語っている。4つから7つまでの記憶のほか、あとは特に覚えていることは、何もない。後に進学した、オックスフォードのセントエドワーズ校において彼は、傑出した生徒であり、オックスフォード大学への入学を希望したが、学費の問題で叶わなかった。イングランド銀行への就職を余儀なくされ、1908年に体調を崩して退職するまで働き続けた。しかし、こうした暮らしの中で、ロンドンの芸術家たちのたまり場であるレストランで、学者や、芸術家たちと知り合いになるなど、これまでとは全く違った人々に出会っていく。その折、オックスフォード新辞典を編纂することになった言語学者のフレデリック・ファーニバルの勧めで、古典文学の研究会にも出席している。さらに、グレアムはその頃名の高かった文学者とも友人として付き合う幸運を得ていった。こうして彼は、自らも一人密かに詩や随筆を手帳に、書き記すようになり、そして1890年頃からグレアムの随筆はあちこちの有名な文芸雑誌に出始めた。それらの随筆は後に黄金時代や夢の日々といった短編集にまとめられて出版された。そしてそれらの作品によってグレアムは名声と成功を手にする。作家活動の一方で銀行員として働いていたグレアムだが年齢とともに地位も上がり1898年に総務部長に昇進する。その前年には仕事先の家で3歳年下のエルスペス・トムソンと知り合い、1899年に40歳で結婚し、翌年男の子が生まれ、アラステアと名付けられた。そして前作から10年後の1908年にイギリスのメス・エンという出版社から今日グレアムの名を不朽にしている。楽しい川辺が出版された。この物語は、もともと彼が息子、アラステアのために執筆し、そのことで物語の主人公である、ヒキガエルやシキのヒキガエルのわがままぶりを親子で分かち合ったのである。しかし彼の結婚は不幸せなものであった。というのも、彼の唯一の子供であった息子アラステアは、生まれた時から片目が見えず、その短い生涯の間ずっと健康の問題で苦しみ続けた。彼の代表作である楽しい川辺は、それまで何人かの有名な画家によって挿絵が付けられてきたが、1931年の晩には熊野プーさんの挿絵も描いた E.H. シェパードによって物語に登場する小動物たちの世界が初めて生き生きと描かれた。シェパードがその挿絵を描く際に、グレアムを訪れた時、彼はすでに一緒に川辺を歩くことができないほど衰えていたが、どのあたりを歩けばよいかをシェパードに教えた。その時にシェパードに向けてこう語っている。どうかこの動物たちを親切に描いてください。私は彼らを愛しているのです。ケネス・グレアムは1932年、イングランドのバークシャー州パングボーンで母子、オックスフォードのホーリーウェル共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。